ドキドキさせてくれるじゃん。キンプリ高橋会と、イメチェン予告最後の挑発ショットにファンざわつく。キングプリンスの高橋会と、25が29日までにインスタグラムを更新。イメチェン予告をし、ファンがざわついている。この日、高橋は、バイバイ挑発ちゃんと、挑発からのイメチェンを予告し、ドアップ写真やストリート系のコーデ写真を投稿。 ふわふわパーマの挑発ヘアだった高橋だが、今度はどんなヘアスタイルに挑戦するのだろうか。高橋さんといえば、この春頃から挑発ヘアでしたが、この旅イメチェンを予告。6月10日には主演ドラマ、95テレビ東京系の放送が終わったばかりですが、次の作品に向けての役作りかもしれません。95の評価も高かったですが、 昨年の4月クールのドラマ、だが、情熱はある。日本テレビ系で演じたオードリー若林正康役で演技力の高さがかなり話題になりましたし、イメチェン後にどんな役柄を演じるのか楽しみにしているファンも多いでしょう。女性誌ライター。高橋の最後のロンゲショットに、ファンからは長い方が好きなんだけど、でも海ちゃんどんな髪型も似合っちゃうもんね。丸坊主になっても、モヒ悲観になっても。 どんな髪型でも許す。え、まじ。切っちゃうのまじまじまじ。海ちゃんの長髪好きだったんだけど。長いのはアーティストな海ちゃんだったけど、短め明るめも好きです。短髪ハイトーン期待してます。大好きだった長髪ちゃんやだよ。でも、どんな新しい海ちゃんに会えるのか楽しみと様々な反響が寄せられている。 挑発姿が好評だった高橋だけに、切っちゃうのか。残念といった声がある一方で、ドキドキさせてくれるじゃん、との声もあり。イメチェン後のビジュアルが楽しみだイメチェン宣言の高橋には、切っちゃうのか。残念との声が聞かれているものの、ドキドキさせてくれるじゃん、と期待するファンも。さらに爆イケな姿を見せてくれるかもしれない。